はい、どうも皆様、こんばんは。ごきげんよう、ライデンです。今日からですね、ちょっとこちらのゲームをやっていこうかなと思います。もうね、この画面でお分かりのこと。なんかバロラントっていうゲームらしいです。なんか。ジャンプとしゃがみ移動で向こうに見える銃を拾いに行ってくれ。しゃがみ。おお、親切。飛んでるターチゲッャージトパスを撃っオンてだ。みろ。撃ったよ。ダメ？射撃は精度が命だ。立ち止まって撃つのが基本だ。チャージ不足だ。試し撃ちが終わったらライフルを取る。どこにある？ チャージ不足だって言われて、白くなんか見えてるけど、ダメ？撃たれる、撃たれる、チャージ不足だ。撃たれてる、撃たれてる。さらに3体だ。1体ずつと戦える位置を取れ。照準装置も試すといい。的だな、ただの。どこだ？いて、いて、死んだ。やべえな。これか。姿を見られていなくても音には注意しろ。ゆっくり歩いて足音を立てずに近づき、不意をつくんだ。いいぞ。他の銃も試してみろ。実戦では銃とアビリティは購入することになる。その時は慎重に選べよ。今のうちに設定を確認しておけ。エイム感度やキーの割り当てを戦いやすいよう調整するんだ。うわ、当たってなくない？ すごいあれしてるけど。設定ね、エイム感度、マウス。すげえ細かく調整できる。1.5ぐらいにしとく。スコープ感度倍率も1.5。それ取った方がいいかな。ちょっと早いぐらいでもいいけど。1.5ぐらい。早すぎるかな。よいしょ。はい。スコープ感度ちょっとこれ早すぎるな。角度を教えてくれるのいいよね。ちょっと別の銃で。何がいいかな。早すぎるな。こんなもんか。まあ、トラックボールだしな。あとは、ここは何だろう。何にしよう。この辺主に使うことになるんだろうな。全然当たってないのだよ。これ？次は射撃精度だ。ヘッドショットなら一撃、そして胴体、足の順にダメージは小さくなる。時間内にボットをどれだけ倒せるか。やべ、ゼロ。やべ、当たってねえ。やべ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 、ついてるな。ちょっと
調整した方がいいな。悪くないな。もう一回やろう。ガイドに沿ってテレポーターに向かえ。もう一回やろう。アビリティの訓練を始める。もう一回やろう。互いを左右する重要な要素だ。もう一回やろう。もう一回やろう。くそが。どこ。のアビリティはそれぞれ違う。そこの壁に矢を放ってみろ。え？スキャンする。敵のお出ましだ。ああ、スキャナーね、いいね。一体ずつ倒せ。当たってない全然。これがレディアナイトを脅かすスパイクだ。攻撃側はスパイクを設置し。防衛側はその爆発を防ぐ。指定の場所までスパイクを運び設置してみろ。これチャージ不足だ。どこに運んだらいい。これあそこか。設置すると防衛側は解除しようとする。後ろの小屋に身を隠しながらボットからスパイクを守ってみろ。負ける未来しか見えないんだが。索敵する。これで当たらないとやばくない？スキャンする。これどうしたらいいの？索敵する。よし。敵を倒すとアルティメットがチャージされるぞ。壁を貫通する矢で向こう側にいるボットを倒す。どういうこと？これはハンターだ。上出来だ。おほー、そういうことか。アビリティを試したければいつでも射撃場を使うといい。準備ができたら。うるさい。バルラントへようこそ。もうちょい早い方がいいんだけどな、正直。ただ早いとエイムが合わないっていうね。クソエイム。OK, OK. コミュニケーションって、ボイスチャットオフ。プッシュトゥートーク、ユー。オフ。チームボイスチャットオフ。V。スタート。あ、まあそっか、ちょっとこれ後でやるわ。
はい、ということで、いかがだったでしょうか。ちょっとね、まあ、いろいろやってみようかなと思いますので、よろしければね、今後もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。さよなら、バイバイ。お手洗いでした。See you! またねー。